今日はあ COVID-19 と血管不全ということで新型コロナウイルス感染症と心臓血管病ということで話を進めてまいります特にまあ血管不全動脈効果のリスクとしての高血圧というところですねそれから血管機能との関係というところも含めて話をしてまいります 新型コロナウイルスは、呼吸器系に感染をして、全身炎症を起こすと。これが、心筋障害、心筋炎、急性肝症候群ですね。それから、心不全を起こす、血栓症を起こすと。それから、不整脈も起こしますね。で血栓症というのは、あの脳梗塞とか、えー、肺梗塞ですね。これ、静脈系の血栓なんですけども、 上膜、えー、血栓塞栓症も含む血栓症を起こしてしまうということになります。例えば、あの全身に炎症が起こりますとですね、まあ、脱水になりますので、脱水がこの血栓症を誘発するまああの阻血、えー、に因してなっていると、まあ、いうこともありますね。それから直接 COVID-19 感染症がウイルスが あの、心筋細胞に侵入して、これが、あの、心筋炎とか、あの、心不全を起こしてしまうということもあります。で、一つですね、こういった臓器障害の中で、血管というのが大きくかかっているんですねで。血管内細胞とか、血管平滑筋細胞にも、このウイルスが、あ侵入するというのは申しました。特に、ウイルスが血管の内皮障害、内皮にですね、内細胞に結合しますと、血管の内皮障害が起こりますね。 血管内障害が起こってしまうと、いわゆる心筋梗塞っていうふうな動脈硬化、それから血栓症が起こりやすいということで、このコロナウイルスの感染の大きな、あその、臓器障害の中に、血管の内秘の障害というのがですね、関係しているということが実は言われているんですね。そういうことでですね、あの心臓病を持つ患者さんに対して、 日本循環器学会はこのような形でですね、説明をしています。一つはですね、あの、症状がある方は、あ速やかに受診してくださいということですね。特に悪化するような共通、動機、切れ、失神ですね。こういった方は、まず、かかりつけの先生に相談してくださいということです。それから、お薬はですね、必ず継続してくださいと。で、不安がある場合には、 あの、かかりつけの先生にご相談くださいということになります。最初、あの、高血圧のお薬、あるいは、あの、心不全でよく使うお薬で、AS 素外薬とかですね、ARB というお薬があります、えー。これは先ほど言った、そのコロナウイルスと結合する AS2 タンパクを増やすと言われているんですね。従って、こういった AS 素外薬とか ARB を飲んでいる方に関しては、 コロナウイルスの感染にかかりやすいのではないかというふうに懸念されていました。ところがですね、そういったお薬を飲んでいる方に関しても、全くコロナウイルスに感染する率は変わらないということが分かってきました。逆に、心不全とかですね、高血圧で飲んでいる方が突然やめられるとですね、おそらく心不全が あの、急にああの悪くなるとか、血圧が上がってしまうということがありますので、基本的にはあ、循環器、心臓病のお薬は継続してくださいということになりますね。それから、これは、まあ、循環器病に限らずあの、感染予防に努めてくださいということになります。で、最後にですね、手術、検査を延期する可能性ということなんですね。 で、これはですね、コロナウイルス感染の状況にもよります。ただ、かなり、このコロナウイルス感染症が多くなる。それから、重症化が、重症化されている方が多くなるとですね、あの、どうしても、その、急性期病院の循環器病棟のベッド数が足らなくなる。あるいは、検査がしにくくなるということなんですね。だから、例えば、少し先にですね、 延期できるようなあ心臓の検査に関しては、ひょっとしたら延期をする可能性がありますね。だからそういうふうなことも含めて、また先生方から相談があるかもしれませんが、あーまあ、いつもこういった感染状況と比べながら我々は検査とかですね、治療をしていくということもですね、知っておいていただけるであると思っています。でこれは日本循環器学会の え、公式サイト、新型コロナウイルスに関する Q&A というところで、あの、誰でもアクセスできますから、もしよかったらご覧になっていただけたらと思っています。えー、これは、あの、江戸時代の割わり班の健康塾訓なんですね。あの、現代でも十分通じる塾訓だと思います。まあ、小肉多彩、小便多数、小糖多価ですね。 果物、えーまあ、を取るとカリウムがありますので血圧も下がりますね。で、カリウム自身が抗酸化作用があるということになります。消、まあ、食多層、消維多欲、消酢多方、小腕多民ですね、ストレスを減らしてよく眠ると、で少年多症少多、小源多高、小欲多世という非常に、まあ、奥の深い言葉でありますので、これもあの現代のコロナ禍ということの生活瞬間病予防には十分に伝わる言葉だと思いますね。 でこの COVID-19 のワクチンに関しては、まあ、この普及と開発に関して提言をですね、医学会医関連の学会の方からですね、えー、発出しております。まあ、日本医学会連合からこういった声明を出しているということになりますね。で内容に関しては、えー、メッセージ RNA ワクチンに関しては接種後のですね、まあ、心筋炎、心膜炎の有害事象が海外で報告されていると。 でこれはです、ね、若い男性に多くて、まあ、ほとんどはあの回復している方が多いということなんですね。頻度は100万人に1回接種後で2.8人ですね。まあ、2回目接種後で16.1人という頻度ですね。接種後に胸通胸部不快感、動悸などを自覚するケースがあるので、まあ、こういったケースは早めに医療機関を受診してくださいということを言っています。 それからアストラゼネカのワクチンについては、先ほどお話し,したように、血小板減少を伴う血栓即栓症が海外で報告されています。大体 EMA の報告では、100万人にあたり、100万接種当たり3.4、そのうち18例は死亡を報告しているんですねで。比較的若い女性に多く見られているということになりますね。で、えーまあ、あのなかなかこれはあの関連性は否定できないので、 まあ、さらなる評価がですね、あの、必要ということになりますね。それから、あの、新型コロナウイルスワクチン接種後の急性心筋炎とですね、急性心膜炎の声明も日本循環器学会から出しております。で、先ほどの医学会連合からの声明とほぼ同じなんですが、まあ、新型コロナウイルスワクチン接種後に発症する心筋炎と心膜炎の発症率はですね、 新型コロナウイルス感染による心筋炎と心膜炎の発症率に比べて低いということですね。それから、新型コロナウイルスワクチン接種後に発症する急性心筋炎と心膜炎の大半は軽症であるということです。したがって、あの、コロナウイルス感染によるその障害ということを考えればですね、ワクチン接種のメリットは上回るのではないかと、まあ、いうことを考えていますね。ただ、 あのこれはですね、因果関係は否定できるものではありませんのでもし新型コロナウイルスワクチン接種後にですね同期息切れ、まあ、共通の症状が出た場合には速やかにですね医療機関を受診することを進めるとでこれからもあの学会としてはあ副反応も含めてきちんとあの評価をし評価を解析していくということになります、まあ、最後はあの本人のですね あの考えてありますので、まあ、いろんなデータを正確にですね、えー、評価いただいてあのそれぞれの方がワクチンをするかどうかっていうのは決定していただいたらよろしいのではないかなと思っています。ということで,です、ね、本日は COVID-19 と心臓病ということで あのお話しさせていただきま,した、まあ、まだまだこのコロナ感染かということであの今第5波が終わったところでありますが終わったっていうかあのすぐ収まっているところでありますがまた第6波がですね来ることも予想されています、まあ、長くこれはあのコロナとともにこれは付き合っていく必要がありますので特に生活習慣病循環器病を合併されている方に関しては、まあ、これからも注意してですね あの治療にですね、あの、継続をしていただきたいと思っています。それでは、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。